月が直接お仕置きよ先生のお便り。いつも DGS を楽しく聞かせていただいております。新連載にあたり乙女ゲーム業界についてたくさん取材をしたのですが、想像していたのと違っていたことが多くて現場の雰囲気に圧倒されました。そこでお二人にお尋ねしたいのですが、声優を目指す前に想像していたのと、声優を目指す前に想像していたのと全然違っていたことやイメージが変わったことなどはありますかね。よかったら参考にしたいのでぜひ教えてください。お前もうちょっとさ、ちゃんと固めてから喋り始めてもらっていい？なあ、だんだんキャラをさ固めようと思ってさ、全然自分が思ってない方向に行って面白くなっちゃってるじゃん。なあ、こういうキャラクターの人が乙女漫画描いてるっていうのがちょっと面白くなっちゃってこんな先生かな。頼むよ。はい、はい、なあ、ごめんなさい、本当にいろいろすみません、本当。